こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。日本の岸田文雄首相は1月5日3つの新年会に参加し、それぞれ経済3団体、連合、時事通信社が主催した被災地救援が求められる中、首相の新年会への参加に対する批判が X、旧ツイッター上で集まっています。一部のツイートでは地震対応や自粛の呼びかけと矛盾する行動に言及し、被災地の状況を考慮せずに新年会への出席を批判する声が広がっています。岸田首相はテレビ番組に出演し、被災地の状況を把握するために派遣されるリエゾンについて言及し、現地に行くことに意欲を示しましたが、その発言も一部で疑問視されています。同時に総裁選への意欲や政策に対する言及も行われ、これに対しても一部から冷淡な反応が見られました。岸田首相の一国のリーダーとしての矜持が問われている。年末から続くパーティーをめぐる政治と金の問題について、忘年会や新年会の自粛を他人に呼びかけておいて、自分はこの危機管理が最も重要な時期に新年会を暗挙するというのは国民から見て許されるものではない。とても現在の支持率では9月の総裁選への出馬はおろか、通常国会を乗り切れるかすらも不透明なところがあるにもかかわらずに、総裁続投への意欲をこの時点で見せるなど、国民との意識の乖離が大きなものとなっていることは残念なことである。首相には山積する問題へのしっかりとした対応と被災者に寄り添う一国のリーダー像を国民は期待していると言ってよい。今年は全ての新年会に欠席しても誰も批判はしなかっただろう。むしろ震災対応への真剣さを組んで称賛されただろう。裏金問題ですっかり信頼も期待も失って、支持率もとことん落ちた岸田政権と自民党にとって、この大地震は復活のチャンスだったかもしれないのだ。素早く手厚く被災者に寄り添う対応をして、その真摯な様子を国民が知るところとなれば、それはもちろん被災者のためだが、党と政権のためにもなったであろう。その配慮も読みもない人に総理が務まるとは思えない。とことん賢くない人だなぁと呆れるしかない。官邸に詰めたところで人が助かるわけじゃないって考えなんでしょうね。つまりいてもいなくても変わりませんって言ってるに等しい。でも情報機的措置が必要な時に総理が全責任を負うということでゴーサインを出すことで壁が取り払えることも多いのではないでしょうか。他人事すぎるとは言わないけど、多くの事象の中のただの一つと捉えられてることが悲しいです。被災地に寄り添わずに経済団体の新年会3連チャンとか、本当にこの首相は聞く耳を持つとどの口が言うのか、呆れるほかないと思う。むしろ全然国民目線のかけらもなく、自分たちの都合だけ考えているのが如実に出ていると感じる。これで人事は適材適所と言ってのけるし、すごい無神経だと思う。真に聞く耳を持つなら総裁選への抱負など語らず、まず自分自身が交代すべきだと思いますよ。それをやらない限り支持率がいずれ上がると期待する要素など万が一くらいしかないと思いますね。いつもながら本当に現実認識能力があるのか疑問に感じます。もともと自民党はそういう党です。東日本大震災の時だって役に立たずに当時の与党の批判しかしてないし、メガネちゃんに限らずもともと庶民向けの政党でないから聞く耳もたないし、何も考えずに投票してる有権者で成り立ってる政党ですよ。岸田さん、被災地ではボランティアや有志の方々が炊き出しをしています。その様子をニュースで見ましたが、その日は1、4、ある高齢の男性は元日から今日まで水とビスケット1枚しか食べていなかった。やっとご飯が食べられる、ありがとう、ありがたいですと報道陣に向かって言っていた。その手にあったのは一人一個の小さいおにぎりだった。私は悲しくて切なくて、そして先進国のこの日本で被災者が4日間ほぼ食事らしきものを口にできずにいるその姿に涙がにじんだ。国民が家や財産を失い、食料も届けてもらえない状況下で、岸田さん、あなたは新年会3連チャンでお楽しみですか。国民の苦しみよりも自分が首相の座に居座り、懐を温め、世界中にいい顔するために本来日本国民に使うべき税金をばらまき、愛想を振りまく、とんだピエロですよ。
あなたのしたことは絶対に許せない。国民の代表というより財界の代表と言った方がいいのではないでしょうか。全ての政策は財界のためで国民のためではない。マイナ保険証を正規の保険証とするのも財界の意向ではないでしょうか。国民に目を向けていたらこんな無謀なことはしない。今の自公政治は完全に財界と一体化している。国民の手に政治を取り戻すことを真剣に考えるべきではないでしょうか。新年会は代理を送ることもできたわけで、震災後にこれに総理本人が参加したことに関しては世論の理解は取られないだろうと思う。総理が直接指揮を取ることはほとんどないだろうが、重要な決定に際して総理が新年会への参加のためにその場にいなかったなら重大な問題になってしまうし、有事に際して首相は何をしているのかという批判を招くことになる。災害復興に関係なく世論が政治家な姿勢に敏感になることは阪神淡路大震災でも東日本大震災でも明らかなわけで、その例がありながらもこの無頓着な対応は政治的な危機管理能力の欠如を示す内容になるのではないかと思う。今回の地震で思うのは東日本大震災の時よりも救助活動が鈍いということです。東日本大震災の時は災害あったその日のうちに自衛隊が現地入りして、その3日後くらいには被災地への支援物資輸送体制が整えられて、1週間後には食料や医薬品の不足はあらかた解消されてました。能登半島は北陸でも僻地なのかもしれませんが、東日本大震災の時に比べたら被災地域や被災者は少数です。それなのに救助活動も地元自治体が主になってるし、道路の復旧も遅いという印象です。マスコミが報道しないだけで自衛隊も活動してたり、道路も復旧活動が進んでるのかもしれないしですが、悪夢の民主党政権よりも災害救助活動に対して鈍い動きしかできない岸田政権はどんだけなんだろうと思いますが、できない原因があるとすれば岸田総理がずれているところが問題の一つなのかなと。ダイヤモンドプリンセスのような船を避難所として提供したり、キャンセルで空いているホテルや旅館を避難所として貸し切ったり、コロナの時やった経験を生かして迅速に対応してあげてほしい。明日は雪が降るし、劣悪な環境では二次被害が出ます。岸田にはもう期待しないけど、それ以外の人でもいいのでとにかく動いてほしい。被災地の声だけではなく、困憊している日本国民全員の声を全く聞かないがより正確な岸田の基本姿勢だと確信しているぜ。最新の支持率調査でついに一桁が出てきても全く驚かないぜ。むしろ当然の結果だと納得できる。岸田総理も異常だが、その周りが止めないのも異常だ。総理、秘書、官邸、自民党、そして新年会に呼んだ経済3団体、経団連、経済同友会、日本商工会議所、連合、時事通信社、どういうつもりなんだ。震災を受けて総理を新年会に呼んでいいという神経がわからない。こういうのを記者はしっかり取材して明らかにしてもらわんと、日本の政治やばいよ。これ世界でニュースに取り上げられたら目も当てられないと思う。こんなことをしている岸田首相が被災地を訪れても被災者は受け入れてくれるだろうか。地上波でもない BS 富士の放送に震災と関係ないことで笑って出ている。そして新年会のはしご酒、これが今の日本の首相の姿なんだと。新年会、忘年会などの自粛を促していたのに、自らが利権経済3団体、経団連、経済同友会、日本商工会議所との新年会では開いた口が塞がらないでしょう。震災地に行くことについてはしっかり確認した上で適切な時期を考えていきたい。では行っても旅費や随行費用の血税出費の無駄となるだけでしょう。新年会を開いている暇間があって、できるだけ早いタイミングはないと思います。以前に持ち出された全国行脚といっても何をやってどういう奇数があったかも説明せず、なんとなくうやむやにことしたとの印象です。結局言うだけで票に結びつかないことは何もやらず、大増税に利権癒着、世襲の保全、政権延命しか考えていないと思います。この国民無視の国政で世襲縁故刑罰に囲まれてのうのうとして団員飽食では民主国家としてやりきれないと思います。国民投票制やリコール制、直接選挙制など国民主導体制の導入が必須のゆえんです。
私が地震に関連して貯蓄から一部を寄付に回す話を妻にしていると、それを聞いた子供たちがもらったお年玉を全部寄付してほしいと言い出しました。子供だからこその感性という部分もありますが、岸田や自民の利己的で保身しか考えない姿が本当に浅ましく、おぞましく思えてきます。岸田至るは人を思いやる心を学ぶべきだ。岸田総理はほんの短いコメントでもメモがなければ喋れない。自分の言葉でどうして喋れないのだろうか。これが日本の指導者なのかと本当に恥ずかしい。メモでは全く寄り添うことはできないし、気持ちが伝わらない。上皇様もメモを読まれることがあるが、それでも気持ちがこもっている。この違いはどこから来るのだろう。回数が多いからメモ読みではあるまい。総理の心の問題だと思う。支持率が最悪なのもわかるような気がする。政治家の皆さん、どうかご自分の言葉でご自分の心で語ってください。自民党が与党である限り、この日本の悲惨な状況は変わらない。総理大臣が自民党から出てくる以上は所詮金太郎飴。自分たちの懐を温めることしか考えない金権政治だ。断言してもいい。この日本が経済的弱くなり、かつ今回の自然災害による能登半島の悲惨な状況なら、だらしない今の野党が政権取って運営したところで大差ないだろう。それだったら次の選挙で今の野党が自民党に勝って、少しでも日本が良くなるような運営に期待したい。皆さん選挙に行きましょう。私は選挙で投票を欠かしたことがありません。小さな一票でも必ず投票しましょう。岸田文雄首相、1月5日、経済三団体連合時事通信社の各主催新年会に連続で出席。被災されて苦しい生活を強いられている輪島の人々のことを考えると、普通には新年会など開きにくいのではないか。ましてや一国の指導者の岸田氏がそれらの人々への支援が行き届かない中、そのような場所によく行けますね。大勢の方々が亡くなり、まだ多くの方々が救助されていない。そしてまだ地震は収まっていない。また住む家もなく食べ物もない方々が苦しんでいる。これは日本国で起きているのです。これはあなたの国で起きているのです。